モバイルメールがあるじゃないですか、まるまるメールね、あれの更新が11時までなんよ。だからそれ終わったらなんかほっとしてあのできるよっていうことなんよ。そこそこ元気です。そこそこ元気なら元気のうちや。遅い方がありがたい？おい、そうなんですよ。今日はちょっとドーナツ食べていこうと思って。もうね、最近ね、ね、スペインの活動をねしたくてもね、うまくいかないことが多いじゃないですか。だから今日は甘いもの、好きなもの食べて気分を上げようと思いました。でみんなもちょっとこんな時間ですけど、まあ普通に水飲むとかでもいいんだけど、なんか食べようよ一緒に。ミスドかな。さあどうでしょう、さあどうでしょう。私ね、レジ袋こうやって三角にするんよ。得意なんですよこれ。これで収納しとくの。わかる人いないかな、こうやってやるの。これで保存。高いですから袋も。これ3円したんだよ袋で。実はもう買ってすぐ1個食べちゃったの。それがお母さんのワンピースか。お、これもまめ撮ってる人しか知らないネタだよ。そうだよ、これお母さんのワンピー。さあ今日はどこのお店のドーナツかと言いますと、ミサドーナツだよ。ちょっと待って、テロップやるわ。みんな大好きミスタードーナツ、みんな好きでしょ。めっちゃ好きなんよ私も。でもね、本当はね4つあったんだけど今3つしかない。あー崩れちゃった。これ見える、これなんだ、ハロウィーン、お家でお化けミスドハロウィーンのなんかホワイトチョコ。私ね基本ゲロ甘いのしか食べないんで、これとで、もう私がいっちゃん好きなやつだ、いっちゃん好きなやつこれ。もうこれがねいっちゃん好きなの。これがいっちゃん美味しい。誰から食べていこうかしらね。え、どれから食べていこうかな、楽しい。じゃあこの子の目ん玉から食べます。うん、ただのチョコだった。え、めっちゃホワイトチョコじゃん。全部食べるの？どうしようかな。朝ごはんに1個取っておきたいなみたいなさ。穴があるからゼロカロリー、よく言うよねそれ。いただきます。うん、うんうん、はい、おいしい。ああちなみに買ってすぐ食べちゃったのは、あのいちごのストロベリーチョコがついたポンデリングですね。ね、待って、ねえ、ショールーム始めた途端さ、ルーちゃんから電話しようって LINE 来たんだけど、ごめん、後でまたかけ直す。
うん、俺に代わりに俺がしとこうか。よろしくみんな、みんなルーチュに伝えといて。今ショールーム中だから私電話する用の携帯で配信しちゃってんの今これダメだてか私よく考えたらこれツイッターにシェアしてないや。シェアした。うんま、ショールームのコラボ配信か。あ、確かにルートしたことないかも。倉島ならあるけど。うまっ。ご飯めちゃめちゃ。電話に電話。まあ、今日はね久しぶりに健康的なね一日を過ごしたんですよ。なんか最近もうほんと昼夜逆転みたいな生活してたのね。なんか家にいる時間が増えて、なんかその深夜までね深夜アニメ見たりとかしてさ過ごしちゃってたから、すごい寝不足ではないな、めっちゃ寝てたけど、すごい昼夜逆転してたんだけど、今日は8時に起きたんですよ。うん、すごくないですか。いつも、うん、遅い時は11時とか。この前なおさん今日誕生日おめでとうございます、古畑なおさんが4時半ぐらいに起きたってツイートしてて、男性メンバーもいるんだって思った。そう今日はアラームをセットした。ちゃんと別になんか用事があったとかそういうわけでもないけど、7時半ぐらいからアラームセットしといて、あ、るーちゃんだ、るーちゃん遊びに来たって。じゃあショールーム終わったら電話してあげるからね、待っててね、待っててください。じゃあね今日ね夜あの電話するってね約束してたんですよ。で今日はルーちゃんも早起きしてたの。そうみんな偉いと思って、うんヘイって言ってる、待ってて、待ってるね。ちょ今はドーナツ食べる時間お風呂で浸かりながら電話しよう。最近ね長く浸かるんですよ、肌荒れを気にして。なんか汗かかないし、でなんか家の中でねこうやって配信するために別にメイクもさしてないわけじゃないから、放置していくと荒れちゃうから、スキンケアとかもね頑張ってます。みんなに会えない時間頑張ろうって思ってる。食べました、空っぽ。これあれだね、水分取られるね。うん、聞いてほしいんだけどさ、うちのウォーターサーバーの水が今日切れたんよ。え、どっち食べよう、うん、朝1個取っておきたいの、うん、うん、どうしよう。え、ちょっとアンケート機能を使おうこれなんていう商品名ですか。これとこれどっちどっち、これ何ですか、これが分かんない。
これさ、ストロベリードーナツで分かるじゃん、ピンクの方は。うん、そっちが分かればこっちも分かるか。じゃあ1番がストロベリーね。1番がストロベリーで2番がそうじゃない方ね。フレンチクルーラーか。じゃあ2番フレンチクルーラーね。はい、スタート。1番がストロベリー、2番がフレンチクルーラー、合ってる？それちなみに、あ、エンゼルフレンチですか？ごめんなさい、私詳しくなくて。ちなみに私が好きなのはストロベリーです。だからそれを今日食べてしまうか明日の朝食べるか、いやどっちもありなんだよな。先に食べる派か後から食べる派かってことだよね。エンゼルフレンチ、それ食べて行きたいと思う。自分が食べたい方を投票したらって。 OK、 投票終了しまーすね。はい、おっ、 59.3% でエンゼルフレンチが勝ちましたので、じゃあエンゼルフレンチ食べよう。エンゼルフレンチっていうんだね。勉強勉強。じゃあスクショタイムで。CM 待ってます。SKE で CM やらせてください。もう大好きなんで。メンバーと行ったことあります。OK OK OK、 食べます。うんふんふんふん。うんうん、いやね、何が美味しいってこの時間に食べるドーナツですよ。はあ、いいね、髪触れもいいね。この笑顔100円、この笑顔100円、この笑顔100、おほほ、120円って知らない？この CM ミスタードーナツイエーみたいな。え、知らないですか？こういう CM あるよね。知らない？この CM 知ってる？だって私も知ってる。懐かしくない？うまい。懐かしいよね。覚えてんの、やばい。うまっ。うん、頑張ってください。あとフードファイターみたいな食べてる時に頑張ってくださいって言われた。昔味噌でバイトしてたって。うん、食べたくなってくるでしょ。明日買いな。で、明日の朝ストロベリードーナツ食べます。ミストのバイト落ちた。だって落ちるとかあるんだ。なんかダメなんだろうな、笑顔が足りないとか。私
笑顔を届けるそのマックの店員さんとか多分超得意。スマイルくださいって言う前から多分スマイルだと思う。そのあの笑顔にさせるお仕事をしてるじゃないですか、今できる気がします。マックのさあのウーバーイーツスマイルありますよね。いつも頼むか迷っちゃうんだけど、でも私ウーバーイーツの、はい、運んできてくれる人とあの、まあ、コロナのこともあるから顔合わせれないじゃん今。だから今頼めないんです。ミオタンが店員さんにいたら通っちゃうだって。じゃあ今は通えないから、あのトーク会とか通ってください。うまいこと言ったつもり。いや、ショールーム通うでもいいし、まあ、トーク会ならなお嬉しいかなといった感じでございます。これ最後の一口いけるかな。口だけはでかいんですよ。これさ、タクシーの運転さんがくれるウェッティめっちゃ愛用してるんですよ。ありがとうございます。うまっ。違う、おいしい。顔のパーツは全部大きいよね。なんかたまにびっくりするのが、こうやってまあ普通に正面見てるじゃないですか。で、横にいるメンバーが話し出した時にこうやって目だけでいっちゃうんですよ私結構。まあ、顔もちょっといってるけどほぼ目みたいな。でそういう時にその目の開きが良すぎてその白目向いてるみたいになるの。なんかたまにあるんですよ。でなんかすごい性格悪そうに見えちゃう。それ悩み。みんなもう腹減ったら何か食べるべきだよ。だってさ、まああれだよ、ダイエット中とかの人はあれだけど応援してますけど、人生でそのさ食べることってさ限られてるじゃん。やっぱ人生もさ一回きりなわけですよ。だからどれだけ質のいいものを食べるというか、自分が食べたいものを食べるっていうのがやっぱ大事だなって思うんですよ。一緒の時間にドーナツを食べれる幸せだって。嬉しいです私も。すごいすごい、今ミスドのツイッターアカウントにリプしたのってすごくない？いやらしいやん、いやらしいじゃん。そんなの、お母さんがよく言うんですよ。なんか私がこれ食べたいって言ったら、そんなのでお腹満たしたくないみたいな言われちゃう。あんまりそのめちゃめちゃ安いものとかを言ったりすると。私ね、私はもう食べれればいいやっていう考えだったんだけど、でもやっぱ食べたいもの食べるって大事だなと思う。あ、待って、ラーメン食べたい。いいな、私このさちょっと遅い時間に食べたいもの食べるみたいなショールーム配信またしようかな。で今度はなんかコンビニとかでもいいんだけど、ラーメンとかしたいな。おやすみなさい。おやすみ。そうだよね、遅いもんね。ごめんなさいね、遅い時間になってしまい。
ギルティーだね。ギルティーだって。いやでも私もね、そんな食べると太ってしまうので気をつけたいと思います。後半身運動一番の目的終わってしまったんだが一番の目的終わっちゃったんだけど大丈夫そう。さあリップ塗る。今何時なん？携帯ないや。今何時何分でしょうか。何時何分でしょうか。32分か。どうしようかな。あ、待って、チョコレートついてた口に。ベタ。じゃあちょっと喋って終わろう。ごちそうさまでした。見てくれてありがとうね。さあというわけでちょっとね、メールでは言ったんですけど、明日ねなんかブログ書こうかなって思ってるから、みんな待っててちょ。やっぱさ、なんていうの、このさ今さ劇場とかがさ、まあ、トークショーはありますけど私もそれ出ないんでね、みんなになん か活動してる様子っていうのをさ、ショールームもうねあるけど、これはもうほんとプライベートって感じじゃないですか。だから本当にアイドルって感じのことをしてるところをね見せれてないから大丈夫かな、みんな好きで言ってくれてるかなって思うんだけどまあそうですね、そうやって SNS だったりとかで、まあ1日1回はあのみんなをおうってさせたいんですよ。私のね目標なんだけど、なんか例えばずっとすっぴんで過ごすんじゃなく、あのちゃんと写真メイクして撮ってメールに送って、そう、そのみんなの返信見てみんなの心境を把握する。そう、 SNS がね、そう苦手ってわけでもないけど、どうやったらみんなに楽しんでもらえるかっていうのを考えてからやらないといけないから、なんか考えてたらね難しいなって思って、そう、まあでもなんか少しでも楽しんでもらえてたらいいなって思ってます。今日はあの7号後に携帯のあの眠ってる動画たち、あのタイミング失ってたんですよ、載せるの。いや多分載せたことあるやつもあったけど、まあ改めて載せようかなって思って載せてみましたので、みんな自由に保存していただいて、あのね、野村美代布教動画でもぜひ作ってみてください。いや私もあのパソコンとか、まあ、スマホでもできるんだけど、最近編集ハマってて、紙フレのライブ、ハッタンドクライブのなんかダイジェストみたいなの勝手に作ってるコマンで、そう、それめっちゃいいんですよ。で今度スタッフさんに会った時に見せて、ダメ出しもらおうって思ってる。755アカウント作ってきましたって。あ、お願いします、ぜひ。そう、755は SNS の中でも特段にフォロワー様が少ないので、なんかほんとなんか身内でほんと LINE してる感覚で私やっちゃってる。ぜひフォロワー様ね増えたら嬉しいなって思うんで、ぜひフォローしてください。そのももたんとね動画載せてますんで。そうなんです。でなんか携帯でもあの TikTok とか
あれどう、なんか若い子たちってさすごい TikTok もさ編集凝ってるじゃないですか。あれ何のアプリなんだろうって思って調べたんですよ。なんだっけな、キャップカットみたいなやつだったんだよな。なんだっけ、なんだっけっけ、忘れちゃったけど、あるんすよ、カットキャップ、キャップカットみたいな、わかんないわかんない、なんか C から始まるんですよ私も若い子、そう若い子なはずなんだけど、なんかそのね、例えばさ周りに JK の友達ね、メンバーはいるけどなんかさいないんよね。その TikTok を作ったりとかするような JK はいない。それ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 、キャット、じゃあキャップ、これなんて読むんですか、キャップキュート、これです。これをぜひみんな入れてください。めっちゃ簡単に編集できるんよ。そうキャップカットで合ってる、そう、それがねおすすめ。あれかわいく編集できるよね、めっちゃいいなと思って。そう推しの好きな動画とかつなげれるんですよ。で今日755に載せたやつも本当はつなげて編集して載せようかなって思ったけど、まあでもその素材をまるまる普通に生かして載せようと思ってボボボンって載せちゃいました。そうキャップカット、ぜひみんな使ってみてください楽しいです編集。 TikTok マジ大変、かっこ初投稿したこの間。おお、そうなんだ。いやわかる、あのさ縦画面に編集するのも難しいしさ、あと何がバズるのかマジでわかんなくないですか。まあ普通に流行りに乗るのもありだけどね。まあでも本当どこで誰が見てるか分かんないし、何がバズるか本当に分かんないから、載せることがまず大事だなと思って、私あの TikTok に等身診断みたいの載せたんですよね。それなんか本当はその載せる前にこれ等身診断って言ってるけど、めっちゃヒール履いてるし、なんか足前に出しちゃってるし、なんか詐欺だろって言われそうだなと思って載せるか迷ってたの。けどなんかね、いろいろイベントなくなっちゃって、まあ、みんなに楽しんでもらえればいいなと思って投稿したら、なんか知らぬ間に18万回再生とか言っててビビった。そうおすすめにどうすれば乗るのだろう、ハッシュタグ運営さん大好き、ハッシュタグおすすめ乗りたいじゃないハッシュタグおすすめとかかな。そうなんですよ、だから本当何がさんの人に見てもらえるか分かんないですよね。でもチーム S の TikTok 市場で一番バズったのは、あのサンタさんのコスプレ格好してみんなでなんか鼻でなんかいろいろ描くみたいなやつが74万回とか再生されてた気がする。おすすめ乗ればね、おすすめ乗ればね、たくさんの人がね、いや嬉しかった。でも案の定あのコメント欄はすごい賛否両論生まれてましたが、あでもなんか見てくれてる人がいるっていう証拠だったからなんか嬉しかったです。そうみやまるちゃんで1本撮ったやつがまだ眠ってるんで、まあまたいつか載せたいなとは思います。友達にこの可愛い子出てきたけど誰って聞かれた。私ですか、ごめんなさい、うぬぼれてたらごめん。いやごめん、嬉しいねそれは。でもなんかチーム S の TikTok のコメント欄でも、ここに写ってる子誰ですかみたいなコメントあるとさ普通に返信したくなるよね。みやまるの動画編集するときそのアプリ使ってる。そうなんだ、やっぱあれなんだ若い子は若い子はあれなんだ。いや嬉しいな、私も最近仲間入りしたから。なんせ私の動画素材がないんですよ。このショールームもね全然素材としても使っていただいちゃって大丈夫なんで、私の中では
私の中ではね。あ、そう、ドーナツ食べてないんだからドーナツのテロップ外した方がいいよね。あ、間違えた、消した。動画編集はね、パソコンもいいですよね。ショールームは残さないでってパターンが多いけど、だってまあ多いですよね。なんかすっぴんとかでやってるメンバーはそうかもしれない。私いつもメイクしてるから、いつもメイクしてるから、水に乗せられても困らない。今度バターアイス食べて、だってあれだ、丸ごとバターでしょ。ルーちゃんもジュリナさんも食べてた。好きかな私あれ、食べれるかな。まあこうやってね、ショールームで私が喋ってる中で、あ、これ切り取って編集したいなって思ったやつ全然してもらって私構わないんで、わかんない、本人が良くてもその周りの大人がダメって言ったらダメなのかもしれないけど。かじるバターアイス、うん、好きかな私バター。もんじゃ配信も見たいです、だって。家でもんじゃしたことないな、してみたい。いやね、あの何か作る配信はぜひともしたいですね。環境さえ整っちゃえばできるかな。バターって感じだった。食べれるかな私ね、バター丸々食べたことないんですよ。バター丸々食べれるかな、わかんない。メイクの話保存用に編集してあるだって。嬉しい。メイクの話、私さね、メイク配信とかもいつかしてみたいけど、なんせすっぴんに自信がないんで、まあ例えばアイメイクだけとかならできるかな。まあでもショールームの加工ギャンギャンにして加工ギャンギャンにしてすっぴんならまあまあまあって感じかな、って感じっす。なんですよ、なんせすっぴんに自信がない。まあ物紹介とかなら全然できる。いやね、すごいと思います。さ、ショールームといってもさ、ショールームも世界配信なわけじゃないですか。どこからでも見れるじゃないですか。でそれですっぴんからメイクを出せるのがすごい、なんかすごいなと思いますね。すっぴんドーンみたいな、私にしたことないから。いや、すっぴん眠そうって言われるもん。まあなんか質問がもし来たら答えるぐらいでいいかな。前にまやちゃんがメイク落とし配信してた、だってすごいね。でもまやちゃんほんと変わんないよね。賞味すっぴんみんな眠そうで、まあそれはそう、それはそうや。ちょ、もうちょいすっぴんレベル上げてからでいいですか。ちょっともうちょい自分に自信持ってからじゃないとこの画面の前にはさらせないかな。どうにかすっぴん見ようとしてさ、この時間にメイク配信すれば眠そうなのも説明できるよって私さ、もう見て目バキバキなの分かる？私この時間全然眠たくないんよ。眠たくなるのほんと3時とかなんだよね。3時でも眠たくならない時多いから。そうなんです、最近ほんとに全然ね寝れなくて、12時に布団入ったのに
なんか気づいたら5時みたいな、よくあるんですよ。でも携帯もいじってない、目つぶってんのにずっとなんで寝れないんだろうって考えてると、もうなんか外明るいみたいな。困っちゃう、本当に困ってんのよ本当に困ってて。でも昨日あのさすがにやばいと思って、で今日朝8時に起きたって言ったじゃないですか。それ23時に寝たからなんですよ。23時になんか、でも昨日は割とそんな疲れることもしてないけど、なぜか寝れたんだよね。 なんでなんだろうね、その日によるんだよね。そう、なんか寝れる日と寝れない日の差がすごいです、私は。なんでなんだろうな。そう、もう今日アウト。なんでなんだろう。大丈夫、落ちたんだけどね、こう私の膝に乗ろうとしてジャンプ失敗しちゃった。大丈夫か。大丈夫そう、歩き始めた。羊数えたことないですね。私寝れない時はもうほんと無心になろうと努力する。何も考えちゃダメだ、何も考えちゃダメだって。まあそれを考えちゃってるから寝れないんだけど。動けないときはお勉強しましょう、だって。やだー、一行さんみたいになっちゃった。やだね。そう、考えるという気になれないから困ってるね。なんかたまにもう最終手段としてはあのアニメ見ながら寝落ちかな。アニメ見ながら寝落ちがまあ定番かな、私の中では。最近はですね、またアニメの話がやってまいりました。魔法少女育成計画というアニメを、におすすめされて見始めました。とてもいいです、とてもいい。今多分8話ぐらいまで来たんだけど、いやなんか思ってたんと違うっていい意味で裏切られてめっちゃ良かった。まだ途中なんで何とも言えませんが、みんなぜひ見てみてくださいそう、恒例の、はい、アニメ近況報告ですね。何年頃の作品、わかんない。私とりあえずおすすめされてマイリストに入れといて、それ多分半年以上前にあの言われたんだけど、やっと見た。そう、めっちゃ可愛い女の子たちが出てくるやつだから、多分ピオさんがおすすめしてくれたんだけど、私アニメ放題で見てますね。ソフトバンクじゃないと見れないのかな。アニメ放題っていうアプリで見てます。2016年のやつなんだ。はい、そうなんだ。でも最近いっちゃん好きなアニメはもうゾンビランドサガなんですよ。とりあえずね、とりあえずね、ゾンビランドサガがめっちゃ好きなんですよ。あの最近ね、あのゾンビランドサガが好きだから、そのツイッターでトピックスみたいなのをさ、フォローできるじゃん。それを今 SK48 フォローしてたっけ、フォローしてないっけ、忘れちゃったけど、あのゾンビランドサガっていうトピックスをフォローしたの。そしたらタイムラインにめっちゃゾンビランドサガ関連のそのファンの方の二次制作みたいなのが流れてきて、もうめっちゃいいね押しちゃうただのオタク赤になっちゃってて本当に申し訳ないです。みんなの元にもいいねが流れてくるんだろうなって思いますね。今日いいねしたイラスト流れてきたよ、だってさ、アカウントさがさ、あのもうそれしかないんよ。ツイッターもインスタもほんと本赤しかないの、私。だからもうもうバレバレよね、自分の趣味。趣味垢みたいなのをさ別に作っちゃえばいいけど、でもそれって裏垢じゃん。で裏垢は作りたくないんですよ。なんかそこちょっとねプライドがありましてプライドがありまして、だからゾンビランドサガの
あのいいねするけど、あみよちゃんがまたあのいいねをしてるなと思って、あの流しちゃってくださいね。でも一緒にゾンビランドさが好きになってくれて、あの語ってくれる人がいたら私はもう好きってなるんでよろしくお願いします。そうだし、そのさイラスト描かれてるゾンビランドサガのファンの方はあれですよね、私のこと全く知らないし、その知らないアイドルからいいね来たらなんかビビりません早く語りたい、語ろう。私あのさ、ショールームのカラオケ配信でそのゾンビランドサガの歌を歌えないのが本当に苦しくて、だからコロナが明けたらあのインスタライブでカラオケボックスに行って絶対歌うからね。絶対に歌います。いつかゾンビランドサガの曲をみんなの前で歌いたい、歌いたいって思ってますそうだから早くコロナを明けろ。そうだからみんなもゾンビランドサガ見てください。ゾンビランドサガを見てみんな、よろしくね。そうみんなとあのその他のアニメでも全然いいんだけど、アニメのことを語れたりとかできる日を楽しみにしてます。アニメじゃなくて全然もう私にあの話すこと考えずに会いに来てくれても全然いいし、全然もうどんな形であれもう会いに行けるアイドルとしてはもう会いに来てくれたら嬉しいので、よろしく。いや布教したいんだよねゾンビランドサガを後者でしたってまあそれぞれですから、そういうの楽しみ方は。ゾンビランドサガはいいよ、本当に本当にいい。アベマで見るといいよ。アベマでシーズン1もリベンジも見れる。とりあえずウマ娘見ます。だってあウマ娘見終わったんですよ私も。いやあれはすごいわ、東海帝王がすごい。東海帝王はマジで尊敬すべき馬だなって思った。もうどんなことがあっても諦めない、かっけえと思っちゃった。みよちゃん、はーい、こんばんは、今日も生きてます。アイドルがアイドルのアニメを見るのってどんな気持ちですか。あー考えたことないけど、でも本当おこがましい話なんですけど、ゾンビランドサガのフランシュシュっていうアイドルなんだけどね、フランシュシュとカミフレがなんかちょっと重なる部分が多いなってちょっと勝手に個人的に本当おこがましいんですけどなんか見てて思いました。なんかいろいろねあるんですよ、フランシュシュも悩み事が。まあそりゃゾンビだしなんかいろいろね難しい問題にぶち当たるんですよ。そうでカミフレもね今までねなんかずっとうまくなんかまあ結成してね2年目かな3年目かなとかだけど、その中でもさライブが延期になったりとかさ、今回だってね初単独がねいきなり無観客になっちゃったりとかね、今回も延期になっちゃったりとか、いろいろね最初の方のライブ関係がいなかったりとか、本当になんか辛かったなっていう時期もあって、そのね大変だったなっていうのを見てると、あのフランシュシュ見てるとあー頑張ってってなる。私たちはゾンビじゃないけどね、なんかちょっとなんかあでもなんて言うだろうな、なんて言ったらいいんだろう。でも私はもう推しって感じで見てるから、どうなんだろう、普通に可愛いって思いながら見てます。いや本当にあのフランシュシュは応援したくなる、本当にすっ
ごい応援したくなるアイドルグループですね。いや私も応援してもらう、応援したいなって思ってもらえるアイドルになりたいなって思う。スキーフランシュシュ、ジョジョ、ジョジョを見てください。あ、じゃあジョジョまたいつか見ますね。ちょっとでもいろんなアニメ見たいから、ぜひそのファンの方おすすめ教えてくださいね。やんちゃんの顔見たら頑張れそうだって。やった、嬉しい。あと3分で終わっちゃうの。じゃああと3分ならもうそのまま喋って終わろう。いやフランシュシュのライブに行きたい、めっちゃ行きたい、めっちゃ行きたい、絶対に楽しい。てか早くライブしたい、もうねライブがしたくてたまんないのよ。ライブがしたいですね。なんかどれだけ歌の練習してもダンスの練習してもなんかいつ披露できるか分からなくてなんか不安になっちゃう。披露する日が来るのはね必ず絶対そうしたいって思うし、その必ずやりたいっていう気持ちがあるから絶対開催できるようにするけど、早く披露したいです。待っててください。ライブ神フレもチメスのねゼップだったりとか SKE もね13周年迎えるんで、それに集い何かしらないかな、わかんないけど、まだ公式を待ちましょう。何もやらない公式さんではないと私は思ってますからね。まずは7日のゼップ、そうなんだよね。いやゼップも楽しみにしててほしいですね。でも今あれですよね、ハッシュタグ SK48 もうすぐ13周年って DMM やってますから。やばいもう終わっちゃう、みんなもう終わっちゃうね。でも今日はドーナツでスクショ撮れたでしょ、どうですか。じゃあ最後に1枚だけ、オッケー、おやすみみんな、バイバーイ。すいませんねこんな時間にメステロ配信しちゃいました。またね、また会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。